足はもういくらでも取れるんですけど、ああ、まず取れるんですけど、それをここに戻して、この時間をつけて、せーの、うわぁ、すげえ、見ますね。で、また元に、そうだよ、元に、はい、話した後元に、あ、そうだね、うわぁ、置いてきたね。はいはい、はい、降ります。じゃあ、ここのタイミングだけやろう。はい、ありがとうございます。楽しかったですか？良かったです。平均という状態で見つめてたのこの背景に触れてすごい嬉しい。もう18歳こっち経験できると思ってなかったので。こっちで引くから大丈夫。同じ動きで。じゃあ同じ動きをやってみます。切るのは割と FF で、手前から攻撃でいい。こういってこう、こうやって消えて、制動して、で、こっちパッと現れて、落ちてくる。体勢辛くない？あ、大丈夫です。はい。から、いい感じになってて、こっち、ちょっと、ちょっと胸張ってもらって、そうそうそう。ちょっとね、上を見るぐらい。そうそうそう。ちょっと苦しい。そうそう、立てると、立てると楽だからね。はい。そう。はい。こんな感じです。うわぁ。うわぁ。こんな感じ。基本こちらそうですね。で、新さん、体勢は手は水穂みたいなこんな感じでいい？途中でたまにそうだね。いや、違う。そう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 。それちょっとこれがまあこう手を伸ばすだけでもいい。ああ、こうシューっといってるから。それで、つかめない。で、つかめないで入れ替わってみたいな。うん、そうそうそう。そうだね。うん。はい。OK。じゃあやってみます？まだ楽しそうだね。あります。はい。せーの。はい、じゃあ回してください。はい、回った。ついに飛びました、ね、こういう感じでやるんだ。こういう感じで まだ飛んでる感じがする。もうちょっと手は高いからそんなにね、そんなくて大丈夫だよ。今大丈夫大丈夫。痛くはない。はい、そんなにね、多分反らなくていいと思うんで。はい、じゃあ。出してください、一回。もう出てくる。じゃあ自然な感じでね。はい。じゃあやりましょう。
ついに飛びましたね。どうでした、そんな感想は。本当に腹筋が痛くてめっちゃ怖かったよ。いや本当に怖かった。ちょっと怖がりさん、今回の作品で一番頑張りました。ここね、でも一番辛い体勢だった。一人だけ異例な体勢だった。あ、本当に、うん、なんかあれ、そう、みんなこうやって飛んでたから、みんなこうやって、ね、多分これまでできた、多分これはやばい、多分一番最初の人一番難しい。はい。こういうグリーンバックのアクション撮影みたいなのはやったことないんで楽しみです。動くのは好きなんで。最初この状態で、うん、こっち見てお芝居してて、はい、スピード出てきたら伸ばす。あと風になってきた。難しいですね。難しかったです。ワイヤーの中でお芝居でも楽しいです。こうかばってきた。こっちが助けたみたいになってる。最高記念数わかんないらしいです。え？最高記念数の意味がわかんない。最高記念数使ってます。だから手を触れずにドーンやってます。ちょうどね。与えてます。はい。お。はい。すごい。はい、カット。オッケー。はい。オッケー。近くにトンって見えないけど、すぐに水がピュってきて、やべえなっちゃうんで、そのちょっとあのテンポテーションを追いかけるとやってみる。もしかしたら、もしかしたらこれはやばい。ちょっとこう肩で、どんな動きなの。来ました。まあ理想言えばここからピューだけど、ここまでやんなくてもいいけど、どうせこれ入るから。来ましたがあればいい。こういう動きをした方がいい。それとあとデジタルでやる感じ。あ、じゃあ、うん、これでいいんですね。そうですね。飛んできたまっすぐっていうのがある。はいはいはい。はい、じゃあカット2ね。はい。13、16ね。じゃあまず、車が来て、ありがとう。パンで、行きました。最初だけ。はい、ホールアップです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。イエーイ。本当にお疲れ様でした。あの初めてのワイヤーでのシーンもあのすごく楽しませていただいて、キャストの皆さんにもスタッフの皆さんにも恵まれて、すごくこの作品が完成が楽しみだなと思いました。楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ撮影の方も終了。はい、ありがとうございました。これってあれでしょ、超能力的な。みずほちゃんも使えるでしょ。私もスマホの中でどんな演算されてるか知らないよ。この力面白い。